今週は、ユニクロ U のスウェットシャツを紹介していこうかなと思います。はい、スウェットシャツ、スウェットシャツ、スウェットシャツ、変わりましたよね。はい、こちらが今回自分が購入した、ユニクロ U のスウェットシャツですね。はい、はい、まずパッと見色がピンクということでちょっとインパクトがあるかなと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、画面で見る、うん、まあ分かるかな、ちょっと近くで見せると、うん、はい、近くで見るとこんな感じです。ちょっとくすみのあるピンクで、この中にもなんか黒い糸が混じってるような色で、うん、ちょっと濁った脱色のような感じになります。なのでちょっとコーディネートしやすいっていうのが特徴ですね、うん、はい、合わせやすそうですね。合わせやすいです、うん、まあ、これがちょっと一つ特徴的なところですね、うん、じゃあ続いてちょっと裏地も紹介しようと思うんですけれども、裏地はこんな感じになっていて、ファイル地ですね、はい、ファイル地ですね。タオルのような、うん、生地で気持ちいいですね、はい、ちょっとまあガサガサっとした肌触りなんですけども、うん、実際着てみると快適で涼しく着れるかなと思います。通気性良さそうですね、やっぱこういうファイル地とかっていうのはね、うん、これからの季節はぴったりですよね。そうですね、はい、ただちょっとヘビーウェイトなんで、あ、初夏くらいまでですね、真夏は厳しい感じです、うん、はい、続いてシルエットなんですけど、はいはいはい、シルエットはまあ今年らしいシルエットで、うんうん、まあ、肩幅はドロップショルダーで、はいはいはい、ゆったりしていて、まあ、アームホールも太めですね、うん、幅もちょっと大きめに作られていて、まあ、全体的にゆったり着れるかなと、うん、はいはい、であとちょっと特徴的なのがここの裾リブですね。この裾リブが普通のスウェットに比べてちょっと太い、うん、かなっていうところで、うん、ですね、はい、うん、まあ、カジュアルな印象になるかなっていうのと、うん、ここ自体で、はい、まあ、割と着こなしにアクセントができるかなって思うので、うん、はいはいはい、なんか例えばロング丈のアイテムとかとレイヤードするときは注意が必要かなと思います。そうですね、はい、はいはい、実際に着てみました。まあ、自分の体型だとこのサイズがベストかなというふうに思います。基本的に、まあ、薄いピンクなんで、まあ、合わせるアイテムは黒とか、チャコール系で、まあ、引き締める感じの着こなしがいいかなと思います。まあ、色もそうなんですけど、まあ、シルエットもゆったりっていうことでかなりカジュアルな、スウェットになってます、うん、はい、なので足元は綺麗めな靴とか小物も綺麗めな大人っぽいバッグなんかを合わせてバランスを取ってあげるとおしゃれに着こなせるかなと思います。はい、今日もねユニクロ U の、はい、スウェット T シャツ、うん、はい、色によっても完売してたりとか、うん、まあ、サイズがなかったりとかっていうのもあるかと思うんですけど、うん、まあ、まだ在庫ね残ってるものもあるようなので、うん、気になった方はぜひ、まあ、概要欄にリンク貼っておきますので、うん、はい、チェックしてみてください。はい、はいはい、まあ、これからどんどん暑くなっていくと思うので、うんうん、ゴールデンウィーク明けぐらいからかな、うん、そのぐらいの気温からおすすめしたいかな、うん、思います。なるほど、はいはい、これでちょっと着こなし差別化できると思うので、はい、ぜひ試してみてください。はい、はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。けどリブの部分結構ストレッチありますねこれ、うんうん、伸びますね結構。あ、見えてないですけど